どうも、飯田です。今回はですね、初心者の方向けにピラティスのレッスンを行っていきたいと思います。で、早速内容なんですが、1番目、一番最初は呼吸を行っていきます。で、2番目はですね、背中を上手に丸くする練習っていうのを行っていきます。それに続いて動作もつけていきますね。で、その次に3番目は背中をまっすぐ、ニュートラルっていうポジションの確認をしていきたいと思います。で、4つ目はですね、そのニュートラルポジション、背中まっすぐにした状態でも、動作をつけていくような形を練習していこうと思っております。で、ピラティスをされたことはですね、あれと思われた方もいらっしゃるかと思うんですが、3番目のですね、ニュートラルポジションって、本来はですね、呼吸と一緒に呼吸ができたら、じゃあ今度は背中まっすぐの状態を覚えましょうみたいな形でですね、始まっていくんですけれども、僕の場合は姿勢を改善専門にやってるんですが、よりですね、姿勢を良くしていこうと思ったらですね、難易度で言うと一番最初に丸める方が優しいです。その方がお腹感じやすいっていうものがあります。で、だんだんまっすぐにしたり反ったりっていう形でですね、起こせば起こすほどお腹って抜きやすいんですよ。なので、ここがですね、使うの苦手だったりとか、そもそも姿勢がですね、崩れちゃってる人っていうのはですね、背中まっすぐにいきなりしようと思っても違うところに緊張が入ってしまうんで、なかなかそこからですね、上達できないっていうところはあります。なのでですね、僕のおすすめは背骨をしっかりと丸くしていく、上手に丸くしてお腹を感じるっていうところをおすすめしてますんで、ぜひですね、初心者の方はこちらから進めていただければなと思います。では早速やっていきましょう。はい、ではまず呼吸の方から行っていきましょう。まずは鼻から息を吸っていきます。なるべく長く静かに息を吸います。で、口から吐いていってください。吐き方は風でも歯でもやりやすいやり方で OK です。こちらも長めに、そして少し強めに吐いていきましょう。もう一度鼻から息吸います。長く息を吸ってもらって、同じぐらい長く吐いていきましょう。で、ちょっと苦しく、お腹が使われるところまで吐いていきます。はい、 OK ですね。で、ピラティスの場合ですね、胸式呼吸とかって聞いたことあるかもしれないんですけども、今はですね、胸式とか腹式とかあんまり関係ないです。団体によってちょっと違うかもしれないんですけれども、どちらもできた方がいいっていうのもありまして、ただですね、どっちかが苦手になっていることが多いんですよ。なので、今はチェックとして、どちらも皆さんに行っていただきたいと思うんですけれども、まずは胸式ですね。で、この肋骨周り、脇腹のあたりに手を押さえてもらったら、鼻から静かに息を吸っていきます。そうすると、ふくーっとちょっとずつ膨らんでくると思うんですけれども、横に広がったりですね、あとは感じてほしいのは、後ろの方にも、まあ、こういうふうに親指が当たっている場合にですね、親指側を押し返してくるようにですね、吸った時に広がっていれば OK です。これですね、広げようとするんではなくて、しっかり膨らんでいるかどうかっていうのを感じておきます。で、今度はお腹の方も同じく、もう一度鼻から息を吸ってもらって、で、この時にぷくーっとまた膨らんでくると思うんですけども、お腹の膨らみが横にも出てるか、そして後ろにも出てるか、まあ前の方は、大体の人が出てると思うんで、こういうふうに 3D で広がるような形で呼吸をしていきます。で、テクニックじゃないので、これが苦手な人は、例えば背中が広がるのが大体苦手な人が多いんですけども、そこの広がりがない方はですね、この後行う背中の上手な丸まり方っていうのを練習してもらって、その後に呼吸の方をチェックしていただければなと思います。実際にですね、ちょっと背中の広がりを感じてもらうのに、手をですね、膝の下通してもらって、背中を丸くしておきます。この状態で鼻から息を吸ってみてください。で、上手に丸くできている方はですね、この方がよりですね、後ろ側の広がりを感じれるはずです。で、しっかりと吐いて、もう一回だけ呼吸いきましょう。鼻から静かに息を吸ってきます。で、ぷくーっと後ろの膨らみを感じたら、口から吐き切ります。はい、でいかがでしたでしょうか。ちょっと苦手な方は、この後丸々練習を行ってみて、ご自身でチェックしてみてください。ではですね、今度は背中の丸々練習をしていくんですけれども、背骨って頭の後ろからお尻まで長くこういう風に、ね、ついてるんですけども、一個一個の骨が積み重なった状態ですよね。なのでしなっていくんですが、上から使う方法もありますし、下の方から丸めていくっていう両方の
2パターンあるんですけれども、今回はですね、上の方から練習していきます。座った状態で行くんですが、手をですね、楽にするために後ろについてもらってで構いません。背中の方はあんまり背筋をピンというよりはですね、楽にしてもらってで構いませんので、首の方ですね、ここがポイントなんですけども、首の方を長くしたまま、こういう風に縮こまってこないように、こうシワができないようにピンと張ったままですね、このまま頭を動かしていきます。あんまり下げすぎるとこっち縮こまっちゃいますよね。だいたい拳1個分ぐらい開けた状態キープしたまま頭の方を動かしていきましょう。頭って首の上に乗っかってる状態になってるんで、実際には首の動きが出なくてもですね、頭が動かせるようになっています。なので鼻を少し持ち上げて息を吸って、吐きながら鼻を少し引き下げて、顎が軽く引いた状態まで持っていって、こちらを繰り返していきましょう。反対に頭上げすぎると後ろでシワができちゃいますよね。シワをピンと伸ばすように上げれるとこまでいったら吐いて引き下げ、もう一度息を吸って吐いてダウン、 OK です。これ上の方から丸める練習今してます。今頭だけやりましたが、この動きに合わせて今度は胸の動きも出していきたいと思います。仰向けでやっていくんですけども、先にお伝えしておくと、胸のところにですね、手を当てておきます。当て方はどれでもいいんですけども、今回は重ねた状態でやってみますね。仰向けになっていただいたら、手はですね、今胸の上に置いた状態になるので、ここから体を起こしていきます。息を吸ってもらって、吐いたら体を起こします。で、吸ってでゆっくりと戻っていきましょう。でもう一度吐いて上がりますね。この時に手がですね、しっかりと動くように、手はですね、今胸の方に置いてあります。なので手を動かすよりは胸をしっかり動かすと手が自然と動くような形になります。なので誘導されて手がしっかりと動きが出ているかを確認してみてください。手の方を見てもらうと胸の動きが分かるかと思います。あとはですね、一つ前に頭の動きやりましたよね。今寝た状態にはなっていますが、首の方は長くキープしたまま、鼻の方を少し下に引き下げ、顎を引いた形で持ってきます。この動きに合わせて、なので顎を引くタイミングに合わせて胸の方も引き下げ、手の動きが出るように体を起こしてきます。息を吸ってもらったらもう一度しっかり吐いて、吐いた方がより丸まりやすくなるので力強く吐きます。吸ってでゆっくりと戻りましょう。最後もう一回いきますね。吐いて、顎を多少引いて、ここのスペースは少し保っておきます。OK です。で、この上げるときにですね、腰の方については何も伝えなかったんですけども、思いっきり丸めて腰の方を使いすぎるっていうのはあんまりおすすめしないです。なので基本的には溝落ちよりも下の部分はあまり使ってません。上の方で丸める練習をしていますので、これが上手にできていればお腹の上に効いているはずです。ここに肋骨が、して溝落ち周りこの辺にありますけども、この辺がお腹周り効いていれば上手に上の方をしっかり動かせているという基準になりますので、ぜひこのお腹の上使われているかどうかっていうのを最後にチェックしてみてください。では今度は下の方から丸める練習を練習していきましょう。ではですね、同じく仰向けでいくんですけれども、今度は下の方から動かしていきたいんですが、腰のところですね、最初反らせた状態の方が分かりやすいので反らせます。腰の方きつい方はちょっと反らせるぐらいで OK です。吐いたらですね、この腰のスペースをキューッと潰すようにして、この骨盤を動かしていきます。分かりやすいように手は骨盤のところに当てていきましょうか。もう一度反らせていきます。そうするとですね、骨盤の動きが出ている方は前の方にちょっと傾くと思います。で、吐いて腰の方をキューッと潰しに行こうとすると、その骨盤がご自身の方に向かって今度傾いているのが感じれていればバッチリできています。もう一度ちょっとそういうところまで行ってみましょう。じゃあここから、少しずつですね、傾けていきながらお腹の方を感じていくんですけども、もう一度吐いて、イメージとしてはお尻などをちょっとずつちょっとずつ上に向けていくようなイメージで丁寧に動かしていきます。
そうするとお腹の下から順々上に向かって使われているのが感じれるかと思います。お腹の上まで効いてればしっかり傾きが作れているので、そこまでいったらゆっくりと今度は元に戻していきましょう。元に戻った時にはお腹の方は抜け出て OK です。もう一度吐いてしっかりと傾けていきます。下から順々にお腹を使っていって、でもう一度吸ってでゆっくりと元に戻していきます。最後もう一回だけいきましょうか。吐いてゆっくり傾けていって、お尻がちょっと向くだけでもお腹が下効くはずです。そこからちょっとずつ傾けて最後にお腹の上まで使います。はい、ではちょっとリラックスしましょう。ここまで背中をですね、上から使う方法、下から使う方法両方やりました。では今度はお腹の下を使ったまま動きを加えてみましょう。なので今やった形ですね、 C カーブっていうんですけれども、この形で鼻から息を吸ってもらって吐いてで骨盤をちょっと傾けてきます。その C カーブを作るためにお尻の穴をちょっと上向けるようにして、お腹の下が使われている状態で止めておいてください。あんまり傾けすぎると上効きすぎちゃうんで、ちょっと上向けるぐらいです。お腹の下効いてるのを感じたらそこが抜けないように、なのでそこをキープしたまま足を上げていきます。で、上げる際が一番力をですね必要とするんで、吐きながらで足を上げていきましょう。吸ってで下ろしてもらって、もう一度吐いてアップ、吸ってダウン、もう一度吐いてアップ、吸ってダウン、最後吐いてお腹の下抜けないようにしっかりと上げていきます。はい、 OK です。で、片足ずつ今行ったので、今度は両足を持ち上げてキープをいっていきましょう。で、両足上げたテーブルトップポジションといってですね、股関節膝90度の状態をキープしていきます。はい、この状態でもお尻などもちょっと上向けるようにして、お腹の下抜けないようにしておきます。どうですかね、抜けないようにできてますか。そのまま鼻から息を吸いますよ。では口から吐き切っていきます。もう一度鼻から息を吸って、お腹の下が使われているのを感じてください。口から吐き切ります。もう一度鼻から息を吸って、今度は動きも加えてみましょう。吐きながら左足の方を下ろします。吸ってで引き上げます。呼吸逆の場合もあったりするんですが、今回は足を下げた時に反りたくないので息を吐いてます。吸って引き上げて、常にお腹の下使っているのをもうちょっとキープです。吐きながらダウン、吸ってでアップ、吐きながら右足ダウンです。吸ってで引き上げて戻します。はい、ではゆっくりと足を下ろしてリラックスしましょう。はい、でここまでできたらですね、今度は腕の方も少し練習していきます。で、背中の方はピタッとくっつけたままで OK です。腰のところも今はそんなに気にしなくていいので、ただ溝落ちならはしっかりマットにつけてみてください。この状態で息を吸ってもらったら、吐きながら両手万歳します。手を遠くにゆーっと伸ばしながらで上げてきます。で、吸ってでゆっくりと元に戻します。もう一度吐いて、もしいけそうであれば顎がだんだん上がらないように意識してもらえればバッチリできてます。吸ってでゆっくりと戻しましょう。ただきつい場合は多少上がってしまっても構いません。もう一度吐いて、手をバンザイして吸ってで戻します。最後もう一回いきましょうか。吐いて、指先遠く、しっかり吐き切って、水落ちならつけときますね。吸ってで戻りましょう。はい、OK です。はい、で背中を丸めるところは以上になります。本当はもっと動作の方はあるんですけども、今回はですね、背中を伸ばす状態も皆さんに紹介していきたいので、今度はニュートラルにチャレンジしていきましょう。ではですね、ニュートラルは寝た状態で確認していきましょうか。両膝は必ず曲げておいてください。
じゃないと足伸ばした瞬間に反ってきますからね。膝を曲げておきます。この状態で背筋をピンと伸ばします。で、上の方から確認していくんですけども、顎を軽く引いてもらったら首の下のところは指2本分ぐらいにしておきます。胸はしっかりと開いた状態を作ってください。で、今度は溝落ちの裏側ですね。だいたいこの辺が溝落ちになりますが、この裏側のところはマットに必ずつけておくようにします。で、その下の部分、腰のところをちょっとだけスペースを空けて、手のひら1枚分が入るか入らないかぐらいのスペースにしておいてください。で、これが正しい背骨まっすぐの、ニュートラルの形と言われているんですけども、どうですかね。これがきつく感じる方と感じない方といらっしゃると思うんですが、きつく感じる方は絶対にですね、違うところこう肩が前に出たくなったりとか、顎が上がりたくなったりとかですね、腰を丸めたくなったりとか絶対すると思うんですよ。なので背中を丸くする練習から行ってました。で、ニュートラルを確認したところでですね、せっかくなのでちょっと動きまで行ってみましょうかね。ニュートラルポジションをキープしてます。腰のところをちょっとスペース空けたまま、先ほどの足上げ先行ってみましょう。息を吸ってもらって、吐きながら片足アップ、テーブルトップまで、股関節膝90度まで行ったら吸ってダウン、吐きながらアップ、吸ってダウン。腰のところは上げた時に反りたくなってくるので、なるべくそこの反りが出ないように、多少お腹にはスイッチが入った状態になってます。ただですね、お腹に力を入れるというよりは、背中まっすぐキープしようと思うと必ずお腹に力が入った状態になるので、あまりギューッと力入れすぎないようにしますね。もう一度吐いて逆アップです。吸ってダウン、はい。ではテーブルトップに行きましょう。両足上げた状態にしてます。はい、この状態から同じく足を下ろして吸って引き上げて、どうですか、背中の方を反ってませんかね。顎が上がりたくなったりとか、あとは溝落ちの裏が浮いたりとか、なるべくないようにしっかり吐いてつけておきますよ。吸って引き上げて、吐いてダウン、吸って引き上げます。じゃあちょっと難しいんで言ってみましょうか。両足を下ろします。反りが出たくないので今回は吐きながら下ろしてます。吐いて吸って引き上げてます。いける方は吸ってで下ろす方もやってみましょう。吸ってダウン、背中を反らないに、吐いてアップ、もう一度吸って下げていきましょう。吐いてアップ、はい、一度足を下ろしてリラックスしてください。はい、で、先ほどのニュートラルポジションまだいきますね。背筋をピンと伸ばして、指2本分溝落ちなどつける、腰のところは少しスペース空けておきます。手の動きをつけたいので息を吸ってもらったら、手を前のような形にして吐きながら手を万歳していきます。さあ、万歳すると反りたくなってきますよね。先ほどのニュートラルポジションキープできてますでしょうか。吸ってでゆっくりと戻しましょう。もう一度吐いて、溝落ちの裏も浮いてこないように、ただ腰は軽くスペースが空いた状態をキープしています。吐いてアップ、吸ってダウン、はい。で、ここまでですね、ニュートラル、そしてそこのニュートラルから動きをつけていくところまで一気に行いました。でですね、仰向けでずっとやったんですが、最後にですね、皆さんのチャレンジとして四つ倍の形チャレンジしていきましょう。本来はですね、赤ちゃんの発育発達に合わせて行っていくので、難易度としては仰向けが一番優しい。で、四つ前の形はちょっと難易度が高いですけども、せっかくなのでこの形もチャレンジしていきますね。で、四つ前の形になってもらったら、丸める方を先行きましょうか。キャットといって背中を丸くしていきます。今回は反る方は練習しません。なので、息を吸ってニュートラルに戻ります。背筋をピーンと伸ばして、お尻と頭が引っ張り合いっこするように。もう一度吐いて、頭をしまって背中を丸くしていきます。で、吸ってね、戻っていきましょう。はい、一旦ここで止めますが、先ほど背中を丸くした時に、上から丸めた時、お腹の上使ってますかっていうのを確認しましたね。で、下の方からお腹を使う時は、お腹の下から使われてますかっていうのを言ってました。で、今回はキャットの場合はですね、
両方とも使ってますよね。胸を引き下げる練習もしますし、お尻の穴をさっきは上向けるって言ったんですが、今回は前の方に向けるようにして C カーブを作ってます。しっかり丸めれるとお腹の上も下も効いてるはずです。両方跳ねたら吸ってで背筋をピンと伸ばす。ギューッと伸ばしたら吐いてで、もう一度頭を締まって両方のお腹が疲れてかどうかを確認。吸ってで伸ばしていきます。伸びたら吐いてで丸めます。あまり手ではですねプッシュしすぎずに、上体をお腹でしっかり引き上げておいて、そこから吐いてで丸めていきましょう。背中をギューッと丸くしてお腹を使っておきます。お腹に力を入れるという意味ではないですよ。しっかり丸みができるとですね、動きができるとお腹は必ず疲れてます。はい、背中ビューッと伸ばすところまでいったら、そこから吐いてで右手だけ伸ばしていきましょう。吸ってで戻ります。でお尻とか動きたくなるんですけども、なるべく真ん中をキープするように意識してもらうとお腹が使われているのが感じれます。吸ってで戻して吐きながらもう一回打つ。吸ってで戻って、定番座りするときには頭は下がらないですし、肩はすくまないように。吸ってで戻ってます。で今度は足の方ですね、吐きながら右足遠くにゆーっと伸ばします。伸ばすときはかかとを遠くに持ってきます。お尻が使われているのを感じたら吸ってでゆっくりと戻ります。感じない方はちょっとお腹周りまだ不安定かもしれないです。吐いてぎゅーっと遠くに伸ばします。あとは体が下がらないようにしっかりと体を高く保ちます。もう一度吐いて右足遠くに伸ばしましょう。吸ってでゆっくりと戻って、背中まっすぐキープのまま吐いて、お尻が使われるところまでかかとをぎゅーっと伸ばします。吸ってで戻ってきたら、最後手と足を対角に伸ばしていきます。吸ってで戻って、吐きながら約、吸ってで戻って、手と足なるべく遠く、そして間の溝落ちはだんだん落ちていかないように高くキープ。頭の位置も高くキープ。お尻は動かないようにしてもらうとお腹に効いてきます。はい、 OK です。はい、皆さんお疲れ様でした。ですね、僕は姿勢改善を専門にパーソナルトレーナーとして活動しているんですけども、姿勢改善のためにはですね、最初の方にお伝えしたようにお腹周りを使うところから練習していきます。なので背中をしっかり丸めれるところから、お腹を使いながら起こすっていうところを練習してもらうことで、着実にですね姿勢も改善できますし、ピラティスの方も上達していくので、ぜひですね今回のポイントに合わせて練習していってもらえばなと思ってます。まあ、定期的にですねピラティスの方も、レッスンをですね公開していこうかなと思ってますので、ぜひ楽しみにしていてください。この動画を見ていいなと思った方は、高評価だったりチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。